皆様こんばんは。日本怖い話へようこそ。この番組は日本の古今東西怖い話をご紹介していきます。今夜ご紹介するのはこちら、3階建ての家という作品です。この作品を書いたのは室尾再生です。はい、教科書などにも載っているとても有名な方ですね。明治22年に生まれて昭和37年に亡くなりました。室尾再生の3階建ての家というのは非常に雰囲気のある家で、私も大好きな作品です。ではゾッとする3階建ての家、前半後半にわたってお送りいたしますのでよろしくお願いします。3階建ての家は坂の途中にあった。向かい側には古い寺の杉の木が道路を覆い、レンガでできた便所の上に枝を垂らしていた。その便所の中ではガス灯が寂しく灯っていた。3階の建物の1階部分には雑貨屋や造貨屋があり、八百屋も入っていた。1階の外れは遊郭へ続く入り口だった。2階はいつも誰も住んでおらず、雨戸は閉まっている。家主はすぐ近くの銭湯を経営していたが、最近は日曜日だけ兵隊に貸すことになっていて、3回程度しか利用されなくなったようだ。特に変な噂もなく、普通の3階建ての賃貸住宅が落ち着かない雰囲気だった。この建物の3階の北側に住んでいる松岡忠という一人暮らしの男は、本業は新聞記者だが、内職で木炭画で肖像を描いていた。仕事柄、上司の戦死した将校の肖像を担当しており、部屋中が肖像画だらけだった。北側の薄暗い部屋には、白い戦死将校の引き伸ばしの肖像画が掛けられている。松岡の隣の部屋は、常に閉まっており、開いたことがない。その隣の部屋も雨戸が閉まったままだ。時々入居者がいたが、すぐに数日で引っ越してしまった。松岡は外出する際には必ず肖像画を風呂敷に包んで持ち歩いていた。常にフロックを着用し、黒の山帽をかぶっていた。松岡の姿は地方裁判所の首席判事のように見えた。彼は警察署や市役所を守り、回り原稿を書いて午後4時ごろに帰宅した。松岡は新聞社からの収入と肖像画の収入を合わせると結構な収入になるようだったが、遊びに行くこともなく、訪ねてくる人もなく、外食に行ったこともなかった。ただし清潔で身なりを整えるのが趣味らしい。いつも白や黒の帽子をきちんとかぶり、そしてステッキを脇に抱えて橋を渡っていくのだが、青白い肌と痩せた肩が際立ち、朝日に映る姿はなんだか寂しげだった。仕事は会社から帰ってくると夜遅くまで内職の肖像画を描いた。3階から商用で2階まで降りてくる松岡に、1階の造花屋のおかみさんはよく声をかけていた。まだお仕事ですか？そろそろ辞めようかと思ってるんです。そしてまたそろりそろりと長い階段を上っていった。そんなある日のことである。夕方遅くに人力車に乗った女性客が造花屋の前で降りた。造花屋のおかみさんは女性客の顔色が疲れた様子と緊張のせいで震える指を見ていた。松岡さんはいらっしゃいますか？とその女性は言う。松岡さんなら普段ならもう帰る頃ですが、お上がりになってお待ちなすったら？おかみさんはそう言っておどおどしている女性客の顔を見たが、その女性客は穏やかな表情なのに、どこか可憐で愛らしい雰囲気が漂っていた。彼女の容姿からは決してすれっからしの女性ではないことや、結婚してまだ間もないため男性に触れることを控えているような一面が感じられた。おかみさんは直感的に、彼女が
松岡と関係があると感じたが、松岡が引っ越してきてからまだ4ヶ月しか経っていない。松岡さんはすぐにお帰りになりますよ。女性客は戸惑った声で言った。でも私お待ちしてもようございますかしら。さあ、でも松岡さんをよくご存知なのでしょう。はい、それはよく存じていますけれど。女は曖昧に答えた。それなら構わないじゃないですか。さあお上がりなさいますよ。おかみさんは女を3階へ案内しながら長い階段を上っていった。おかみさんは女をちらりと見ながら、あなたは松岡さんの奥さんですの？女は低い声で答えた。少し事情があって。はあ。おかみさんは曖昧に答えて松岡の部屋のドアを開けた。書きかけの肖像画が気味悪く壁にかけられていた。おかみさんは部屋を片付けて女を座らせた。おかみさんが退出すると、女はぼんやり座りながら落ち着かない様子で肖像画を見つめていたが、いつの間にかしくしく泣き出していた。そして長い間そのまま座り続けた。向かいの寺の杉の木に風がざわめき始め、まだ明るさが残る部屋の中では何の音もなかった。女が手鏡で顔を整えていた時、2階の階段をみっしりみっしりと上がってくる者がいた。松岡の足音には何か意図的な感情が漂い、何かを考えているようだった。女性はその足音に気がついたが、顔色がすっかり青ざめた。そして3階の階段から聞こえる足音に耳を澄ませると、女性の手には小さな包みがまだ握られたまま少しずつ震え始めた。その様子は息を詰まらせたような緊張だった。足音が3階の階段を上ってきた時、女はほとんど倒れるかのような目つきで前のめりになり、やっと畳の上に手を置いて支えた。足音が襖の前に止まり、襖は滑りよく開いた。女は肩を突き刺されたように驚き、冷や汗をかきながら仰向いた。松岡は入り口で女のことを聞いたらしく、冷たく澄まし、黙って壁の方へ向かって上着を脱いだ。女は黙ったままうつむいているだけだった。松岡は不快さを表情に浮かべ、勢いよく表の表紙を開けた。寺の境内が一望でき、何かの忌み火で赤い旗が夕暮れの中でゆらゆらとよどんで見えた。松岡は和服に着替え、手ぬぐいを持って再び長い階段を降りていった。そのスリッパの音が床をこする音とともに響いていた。女性はうつむいたままだった。また松岡が戻ってきて、タバコをくわえたまま高飛車な調子で突っかかった。いつ来たんだ？女はうなじをピクリと動かした。そして顔をもたげるとかすれた声で言った。30分ほど前に訪ねてまいりました。30分前に？どうしてそんな気になったんだ。俺はお前を呼んでいない。はい、私ちょっとお話ししたいことがございましたから突然参ったのですけれど。女性は言葉を切った。悪いとは思っていたのでございます。悪いと思ってたんならなぜ来たんだ。それはもう。用事は何だ。実は別に用があったのですが、なかなか言いにくくて。松岡は吸い殻を捨てると舌打ちをした。女の目はおどおどし、言葉が出てこなくなった。その慌てたところに可愛らしさがいじけて優しく見えた。だが松岡の目つきは
残虐にその優しさを踏みしだいて睨んでいた。俺の方から知らせるまで控えるようにあれほど頼んでおいた。それをお前は勝手にやってきたのだ。俺はそういうことは嫌いだ。それはきっとお叱りをしけるだろうとは思っていたのですけれど、もう長い間お目にかかりませず。お目にかかりませずか。松岡はまた舌打ちをした。女性は黙ってうつむいた。松岡は西くにくしげに見下ろしていた。それでどうするつもりなんだ、勝手に上がり込んできて。松岡はすぐにでも出て行けと言いたかった。そして急に思いついたように、何しろ君には辛抱というものができないようだ。ともかく食事はまだしないみたいだから。松岡は階下に降りようとした。女性は慌てて松岡を止めようとした。私なら来る汽車の中でいただいたのですから構わないでくださいまし。まだあなたがお召し上がりになっていないのならどうぞ。俺ならいいよ。それに今夜中の仕事があるんだ。それを聞いて女は仕方なしに、ではおいとましますわ、お邪魔でございましょうし。でもお前はどこに行くのだ、今から一人で出るのか。近くに宿屋でもございましょうから、そちらへ参っております。明日またやってくるのか。あの女は涙が目にあふれた。あー、たまらん、もうすぐそれだ。松岡はそう言うと自分の髪をかきむしり、何か奇妙な声を発した。それでは私帰ることにいたします。女性はそう言うとタジタジしながら包みを手に取ったが、中から菓子折りを取り出し壁際に置いた。松岡はそっと立ち上がり、暗い表の障子を静かに閉めた。お寺の境内から虫の声が聞こえた。松岡は菓子折りに一切目をくれなかった。冷たく鋭い目つきで女を高飛車に眺めた。歩いていくのか。外で人力車を見つけて乗ることにします。近くに人力車の待ち合わせ場所はありますか。橋を渡った先で車がある。ではお邪魔をいたしました。松岡は襖を開けて出ていく女性の姿を見ないようにしたが、女が階段を降りる時の足音は静かすぎるほどだった。足音が消えると襖の外に出て階段の方を覗いた。暗い廊下の階段には明かりがない。しかし女は1階まで降りていったようだった。松岡は自分の部屋に戻ってぼんやりと時間を過ごした。そのうちに木炭でキャンバスに肖像画を描き始め、時間を忘れるほど没頭した。はい、以上前半です。松岡という若い男性は自分が以前付き合っていた女性を冷たく返してしまったわけです。女性はすごすごと3階建ての建物を出ていきました。このあと松岡を襲う恐怖はどういったものなのでしょうか。その恐怖を後半で一緒に体験していきましょう。出典は以上です。それでは皆様、また後半でお会いしましょう。さようなら。